はい、こんにちは。今日はこの空冷ビートル、なかなか車内の騒音がうるさいと有名なんですけど、実際僕そこまでうるさいなと、まあうるさいですけどそこまで会話ができないほどうるさいっていう感じには感じないんですね。で、今回はこの昔の僕使ってた iPhone、 これに騒音計測アプリっていうのを入れたんですよ。こんなやつ、デシベル計ですね。これを使って車内の騒音をちょっと測ってみようかなと思います。ただまあアプリなんで正確性がそこまで保証できないというか、ちょっと僕も自信がないんで、一応現代車とも比較してその数値の度合いで判断しようかなと思います。じゃあ車内騒音は実際ここに置いて走行してみたいと思います。だいたいアイドリングは70切るぐらいですね。67、8。73ぐらいですかね。デパートの中の音とかそんなもんみたいですね。はい、じゃあ今ビートルの一般道を走った時の騒音、それを測ったんですけど、72から73デシベルぐらいですかね、平均で。まあこれは騒々しいオフィスとかデパートの店内と同じような騒音環境らしいんですけど、
まあこれだけだとちょっとどんなもんか分かりづらいと思うんで、現代の車でチェックしてみたいと思います。はい、じゃあオーリスに乗り換えました。まあ僕の動画でたまに登場するこのオーリスなんですけど、まあ2013年式の 1800cc ガソリン車で、ホイールを18インチにインチアップしてるんで、ノーマル車両よりはちょっとロードノイズが大きめかなという車になります。マフラーとかは純正です。ではこれで測っていきます。ちょっと固定方法が分からずすごい位置ですけど、ここで測ってみたいと思います。とりあえず同じ道を走ってみました。オーリスの場合は平均が64なんで、8から9デシベルビートルより静かだと。これをどう捉えるかですね。まあ、このアプリによるとビートルは想像しいオフィスで、このオーリスは普通のオフィス、そういうクラスに分類されるみたいです。まあ、僕のビートルはあのフロア下とエンジンルームにサウンドボードっていう分厚い防振材がもともとついてるんで、ちなみにこのフロアマットの下に引いてあるのがサウンドボード、これですね。分厚い防振材みたいな、1センチ以上あるかな。これでフロア下の音を防いでます。これエンジンルームですね。ここにもこれも1センチ以上ありますね。ゴムみたいな、まあ、このファイアウォールにこれが貼ってあると。これがない車結構あると思うんですけど、これあると だいぶエンジン音が防がれます。それがない車両よりは静かなはずなんですよね。鉄板のビビリ音とかがないん でエンジンの音もそんなに入ってこないですね。確かにサウンドボードがついてないワーゲンに乗せてもらった時はすごいうるさかったです。フロア下の音とかエンジンの音がもろに入ってくるんで、まあ、今回高速走行は試してないんですけど、そうですね、高速ならもうちょい差が出るのかなとも思います。まあ、100キロ巡航とかでもうるさくてかなわないよっていう感じは今までビートルで感じないんで、もしビートルの騒音に悩んでる方いたらサウンドボードをおすすめします。まあ、今回このアプリがどれぐらい正確なのかと、僕の測り方が果たして正しいのか、その辺を加味して見ていただけたら嬉しいです。まあ、オーリスに関してはアイドリングで40デシベル台にも落ちたんで、アイドリングは確かにすごい静かですね。で、一般道を走った、まあ大体50キロ、60キロ巡航ぐらいまでですね。で、走った感じだと、ビートルが73かな。で、オーリスが64っていうことなんで、まあその10デシベルの違いですね。では何かの参考になればなと思います。ご視聴ありがとうございました。Hold me close till I get up. Time is barely on our side.